はい、皆さんこんにちは、カズヘイトです。こんにちは、トクです。天才の入部届け使っていきたいと思います。はい、出来はこれです。チームランクもね、少しだけ上がったんですよ。はい、ここはもう8に乗っけるよ。もう天才5枚ありますね。でも最近やっぱあのガチャも含め、チャレントを含め、いろんなタイミングで天才入部届けいただきますもんね。おっしゃる通りでございます。ここで決めないといけないんです。新高校来る前にもう行きたいから。そうですね、あと新高校がどれぐらい強いのか、うん、ねえ、まあまあまあやっていきましょう。おれい、うーわ、いやでもなんかつきそうだな。いきましょう。モテてるからね。どっち上げた方がいい？打撃上げといた方がいい？打撃上げましょう。行こうぜ行こうぜ。いやー、今センスならもうめちゃくちゃ熱かったんですけどね。もう能力も振りながらいけるよね。まあでも元々ロン系もでかいですよね。そうだよね、最初に自己紹介からもうね、評価上がるし、あの恋愛成就持ってきてないからね、天才があると。ここもここですごい。まあ、コツ来てるし火山行きますか。はい、なんかこういうパターンのセンスつきそうな感じがしますよ。つかしてもらいましょう。かくらんナイス。さあお願いします。ここです。うわ、つかねえか。今でも、うん、マリキ天才やっていきましょう。モテモテ休む。逆に盆栽の最高ってどれぐらいなんですかね。S8 は行くんすかね。行くんじゃない。俺7作ったからね。おお、これもいいね。うん、さあここらでポン。式を置いたよね。そうっすね。うん、できればやっぱり監督来る前に式行きたいから、うん、これがここか。メンタルも熱いっすね。そうだよね、迷いどこだよね。メンタルいっちゃっていいと思いますよ。体力考えたりしてね。はい、あと早めに全力回数気にしなくてよくなるから。ここは1回目どっか。メンタルの方がいい。メンタルの方がいいと思います。次の練習も考えて、うん、誰かいるときに式は行きたいね。そうっすね、うん、ここも福井で1回目ですね。ほい、こっちでいいか。はい、うん。失礼いたしました。モテモテだと普通に部活帰りにも行ってくれれば2回で行けます。1回、あ、3回。うん、3回では間違いないけど行ってくんなかったから。うわー、結構きついね、これ休んだ方がいいね。そうそう、いやー、まあ本番はタッグ引いてからだからね。責任以降が、うん、非常に大事になってくる。そして監督もいけていない。これは監督です。いいっすね、新屋敷くん。うん、ありがとう。一塁、これは下でいきます。うん、寂しい。ちょっとパッとしない。セグワンでした。さあセグニー、まあこれですね。
うわー、しよしよしよし、危ない危ない。いやー、これも下にします。おお、監督いないんでここ行っとこうかな。こっちの方がいいかな。打撃かメンタル、メンタルでいいんじゃないですか。はい、ここも1回目ですね。ウィス、もうマニキュアあるんで問題ないでしょう。うん、イベントは全部走るよ。体力ある時のこれは全然 OK。 1回目ね。おー、ナイスナイスナイス。まあ、打撃でも使いたいし走塁練習でも使いたいね。無理がもいいっすね。うん、あとはちょっと告白。おー、早い。回復ナイス。確かに告白がまだ来てないのか。うん、ここ熱い。これ筋力で良さそうですね。30上がってさらに後上。うん、全力ですね。いや、ここはここよいしょ。監督か、踏んどいてもいい。うん、ここは行っちゃっていいと思います。で、告白が来ると。はい、もうその予定です。はい、さあ来い。こういうタイミングで来ちゃうとさ、もう5回やんないとしょうがなくなるから3回。これ地味にさ、評価も下げるでしょ。あれ痛いですよ、あれが痛いよ。うわ、こっちが来た。モテモテで付き合えないっていうのがね。そして失敗。マジか、マジか。あー、どうしようかな。おお、パルスナイス。おー、これ早いの嬉しいですね。うん、でもどれがいい。いや、真ん中いいと思います。さあ、くー、パルス使います。あんまよろしくないね。うん、良くないっすね。あんまよろしくないな。これ上選ぼうかな。いや、下でいい。はい、大凶でもよかった。お、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 悩ましいな。お、お、お、まあ、30上げるのちょっともったいない気がするよね。そうっすね。まあ、このままいくか。で、いいと思います。もう一人いたら話は変わってくんだよな。そうっすね。うん。まだセクリ残り4ターンだと、うん、もっと重要なシーン出てくるからね。はい、しかも練習レベルが上がってる時なんてね。そうっすね。だから欲しいのはやっぱりセク3、4では大きいっすよね。3択とかが、うん、お、良さそう。敵欲しい。いいっすね、いいですね。うん、で、これは1回目。
ここ行くか。はい。セクさんはの投資だと思ってこのセク1、2を、まあ、とはいえいい時はね、そのまま行きますから。セク1、2でもこの前でも久しぶりにセク1で2600点ぐらい出たの。はいはいはい。やっぱ結構テンション上がるね。いや、そうっすね。いつどのタイミングで3タック4タックが来て伸びるかわかんないですからね、うん、そこをやっぱり全然出てないよ。いや、まあこんなもんですよ今のは。なんかお腹キュルキュルしてくるレベルだから。ここは成功。 OK。 うん、おう、こっちの方がいい。はい、おー、いいっすね、いいっすね。打撃の3タックにオレオレ、うん、まあ、練習レベル上がってるで考えれば結構出る、ね、3000点練習ぐらい狙いますもんね。そうね。大事だな。ここは来てないのが厄介なんだな。オッケーオッケー。ちょっと振りますか。こんな感じで言霊はだいぶいいの抑えてますからね、うん、使いどころだね。はい、あと監督にもいけてる。来た、頼むよ。成功。ふぅ、マジそんな感じだよね。さあ、本当はデートに行きたい。災が一流使って災が行きます。全力起こせるかな、ちょっと不安なんだよな。上げる系がないでしょ。でも下げる系イベントもそんな来てないんで、うん、なんか1個ぐらい絡みそうじゃないですか。二射卓ちょっと使えない。おお、ナイスなタイミング。監督行くとして2射卓、うん、ちょっと精神ポイント溢れそうだ。おお、3つ目、素晴らしい。使うタイミングあるかね。どうしようかな。いやー、でも全力のペース考えると練習はしときたいよね。背に腹とか使っとく。あ、これだね。これ使ってで練習して次あれ使う感じかね。背に腹とかどっか練習しといた方がいいよね。ここじゃないよね。まあでもそこでもいいと思います一旦で、次。あ、そっかそっかそっか。まだ2ターンあるんで。OK。したら。
ちょっとここはもう上げておきます。そうですね、ここはもう仕掛ける、うん、攻めの姿勢で。そうそうそう、全然出てないが、まだ何が起こるかがわからないぞ。よいしょ、ラッキーボーイ欲しいですね。うん、地味に精神食うからね、あれね。かくらん、これで5になりました。おお、いいね。さあ、もうここタッグ来てていいんだよ。何？もう起こしちゃうか。起こしましょう。どれだ？上、一番上？しかないか。そうっすね。かもしくは別のやり方としては、この一旦見送るなら、セミハラ使って、走塁で、サイガを削るっていう。そうしましょう。そっちにしておきます。まあでもこれでいったか、これが良かったね。そうですね、まあどっちでも、でも敵を知りも持ってますし、うん、もうほんといつでも何でも攻めれるような。いやこれ来ちゃうか、結構神イベントだな、ね、くー、このままでいくとオレオレ使わないサクセスになりそうだ。うわ、デートすらありな気がしてきた。おお。で、ここで来てんだろ。最低3つ、エラーなし、三振。いいですか。はい、2回目です。ここはなんかほんと成功率落ちた感じするんで、もう、うん、かけるしかないもんな。はい、うわ、ばらけてる。監督、監督かデートか。デートだな。評価やばいから。タックが切ったら練習を起こすと。そうっすね。うん。まあ、体力マックスだからね。うわ、マックスじゃなくなった。歴史使いたいかったなぁ。そう。まあ、ここもここで美味しい。まあ、びっくり来てるし、ここ行くね。そうっすね。うん。パワー比抑えます。稼げてない。だいぶ稼げてないですね。だいぶ稼げてないよ、もう。いつ来るか分かんないですからね、本当に。うん、そこ信じてやるしかないですね。おお、打撃練習レベルも上がった。おお、これはもう歴史使うか。歴史ありですね。ちょっともったいない。でも俺俺にしといた方がいいかな。もう俺もそうっすね。ちょっと俺俺にしよう。3つあるしね。歴史やっぱりあの50上げてくれるっていう恩恵が凄まじいからさ。はいはいはい。阿部ひとっての守備上げで、こっち上げですね。何点ですかね。いや、今のでだいぶ巻き返したとはいえ4号ぐらい。いや、5000点もいってない。いってない。うん、ああ、いってるか。今のなかったらもう本当に5000点すらいってない。来い。うん、まあ監督さんで。はい、敵を飲んでもいいです。うん、もう一丁敵を飲んでも、でもいい。うん、さあ。頼む。頼む。いけ。成功。おーし。よし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 。
デートかな。逆境はあげる必要。ラッキーとか使っとこうかな。いいっすね。使っていいよね。はい。どこだ。まあ、パルスでもよかったか。いやでも回復用として取っときたい。うん。まああとまだ下げる系イベント何も来てないと思うんですよね。うん。いつ不眠症とかサボり癖系の、はい、あれがつくか分かんないですね今。これも失敗してもよかったな。まあ、3上げる、うん、上げましょう上げましょう。それこれいきましょう。何ポイント、まあ、ミート上げですね。これでいいっすよ。少しずつ見えてきましたよ。俺全然見えてこない。全然見えてこない。俺が2個に力士残ってるんですよね。うん、圧倒的に敏捷も稼げてないから。これは下、はい、来い。まあここですね。あげたいな、こういうちょっとでも。2使っていいかな。引き寄せでも1個しかないと思うんですよね。2個あればいいと思うんですけど。もうじゃあこのまま、はい、そうね、それこれか敵を知り、どっちかやっぱギリギリまでキープしておきたいかなって思います。うん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 、ナイス。おお、セニハラね、行きましょう。よし、ちょっと歴史は仕掛けれなかったっすね。ちょっと無理だね。さすがの私でも99%いけないですね。お腹キュルキュルしちゃうから。さあこれで大丈夫でしょう。うー、ダメっすね。ダメだね。さすがの絡み方してるからね。広角すら取りたい。さよなら。ベンチ、衝撃、これでいけるか。はい、でも立派だね。すごいね、この3人が絡むっていうのもすごいよ。デートね、考えてやんなきゃ。この回復もナイス。歴史使えるぞこれ、ドク歴史使えるぞこれ。敏捷欲しいな。こっちの方がいいよ。でもこっちの方がいいか。そうですね。うん、まずは何したらいい。ミート1個あげて、うん、まあ、金徳ちょっと潰して、かくらんやめよう、まあ、これでステイか。これも取っちゃう。あ、パワーあげるんだ。これでいいか。はい、とりあえず。で、このままここ行くね。そうっすね。うん、うん、この銃もでかいっす。いやー、これよ、これ。このタイミングが。ちょっと違ったね。デートがあと3回ぐらいですか？いや、4じゃない。3だ。これデート行ってきたよね。パルスでデートする？まず初戦1回使って。で、デートね。はい。なんとか50にして、うん。野球ゲージ50以上にした状態でデート連発とかにしたいですね。そうだね。厚けりゃ歴史。あ、でもこれとかは敵知り使ってもいいと思いますよ。そうしましょう。こうやって稼いでいくパターンね。そうですね、臨床はこっからは
大事だもんね。でかいっすね。うん、連続でもう一旦来い。微妙だ。あげんのありっちゃ全然ありっすけど、でも上げるのか、まあでも上げるのいっぱいあるな。あ、でも、うん、この一旦上げて、うん、まあ、無理が通れば使ってあげて、うん、デートで練習いっちゃっていいです。使うよ。はい、うん、でもでかいね、やっぱり。そうっすね、120ポイント入ってるからね。で、ここはコツもいい。あ、そう、なんかいよいよ追い詰められてる感もある。だから次パルス使って50にして、50にして、うん、デート2連チャン。そうね、ささやきも取るよ。でもそれ取っちゃうとケインドバランスあれしちゃうんで、ここ残しておいて守備上げるか。そうっすね。乗せちゃいます。で、パワー上げてしっかりいこう。こっからの練習次第では分かんないから。まだオレオレが2個うんで、歴史、歴史可能性はあるね。まだ分かんないな。全力中にやっぱり、3択以上の打撃と2タックの走塁練習が欲しいね、はい、それが来たら、本当に来てくれたら大更新狙えますもんね。もうまだ更新狙える。 SS7乗るか乗らないかぐらいで更新だから、そこぐらい狙えますよね。うん、よいしょ。やっぱり基本的にはもう今みたいなサクセスが多分何回も何回も続くわけじゃないですか。何回も何回も続いてます。どのユーザーさんもそうだと思うんですよね。うん、その何回も何回もパルってデートするよ。はい、やれるかっすよね、諦めず。そうね、パルってデート。この次結構大事だよ、トグ。大事っすね。でもデートの回数的にこと考えたらどっかで損はしてしまうから、もう一回なくてもいいね。もう一丁デート行っちゃっていいよね。そうっすね。いやー、これモテモテついてなかったら評価きつかったね。さあ、うん、金徳取っちゃいまーす。うん、うん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 。まあ、まずは便勝と、あとは3000点欲しいね。そうっすね、いろんなコツ取りたい。全力学園攻撃に入ります。先頭バッターは種村。今の次の一ターンはまずメンタルで、うん、歴史ですかね、理想は。ダブルタック、うん、でも今全絶好調だから、ソウル2ダックでもいける可能性ある。いや、でもこの試合終わると13下げるかタイム下がっちゃうんで。そうだね、まずは一旦メンタル進めほしいな。そんなにうまく思い通りに、そういう感じで神がかってる感じのタックが続いたりしていかないと、もう SS8、SS9 のその、うん、現パワープルのパワープルアプリの最高値って叩き出せないと思うんですよね。そうね、言ってもマックスですからね、今のパワープルアプリの。簡単にできちゃ面白くないですよね。そうだね、
とはいえなかなかできない。光ってない。そうなるとシンプ、そうなるとも何でもあげられるんだね。まあ、ノリで全員に歩きあげとくか。そうしましょう。うん、いやもう余っちゃってるんで。うん、でなんかメンタルとかいくよ。ね、よいしょ。この一旦。でもここではもう全力を起こさないとなんかもったいない気がするんで。来い。ぐわあ。これでも歴史ちょっと使いづらいかなって感じですよね。そうだよね。だからもう一番下。はい。うん。増長俺俺俺俺だね。三連ちゃん。うん。まあ、メンタルとか絡めばちょっと話は変わってくる感じだね。はい。ここでいいよね。そうっすね。うん、いやでもこれだと更新はきつい。できないっす。来てくれ。パワー上げちゃいます。2回の裏全力学園攻撃に入ります。トップバッターは竹内。トイッ、そう取られたね。点先ほどホームランを放った竹村、カーブはボール。第2球投げました。ふいベッタクラ強烈伸びた。ふい全力学園勝ち越しのチャンスです。ツーアウトランナー1塁3塁という打った。これは強烈、いった。いいバッターだ。全力取られたね。ツーアウトランナー1塁2塁という場面。ふいダメだねこれ。勝てます？おお、持ってますこのチーム。頼む。いけ。おお。俺より使います。歴史じゃないよね。はい。さすがに。うん。しかもちょっと、まあ災害いたからいいけどって感じだな。ちょっと溢れまーす。技術ポイント。これ取っちゃう。かくらん、金徳あたり。うん。インコース。打開は違うね。かくらん、プリクサ。ここもいい？はい。ではこれで。オーバーしないね。これ使うとさ、これでもこんなに入るからね。ですね。うん、おっかないよね。言って2タックっすもんね。うん、本当だよね。2タック続きとかだと、うん、ダメ。じゃ集中する。2タック続きとかだと技術に偏っちゃうんですよね、確か。3タックとかってなるとやっぱそれに合わせて技術はもう999でカウンスト、うん、で打撃と筋力ポイントす、え、ちょっとここは打たないと触れない。触れない。フォアボールはやばい。冷や汗かいてる。もう一回待ってこい。ね。全力学園リードで迎える8回です。ワンアウトランナー一塁という。よし。ふう。よし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 。ただマックスはもらえないのかな？マックスだと思う。こい。うーわ。
オーバーしない。逆境チャメ、ここ取っちゃう。チャンスメーカー梶場キャッチャー、うん、まああとはしょうがないって感じかな。ですね、うん、こんなもんしよっか。うん、全力学園追う展開で迎える2回です。ワンアウトランナーなしという場面で種村モート投げた、内角際どい球ボール、投球は3球目。最近あのスタジアムイベ、うん、パズドラコラボ、うん、いろんなピッチャーとやるじゃないですか、はいはい、あのわずか3試合、うん、でいろんなカーブ投げられるじゃないですか変化球打ちがちょっと難しくないですか。なんか、なんか無敵くんイコールあの男玉もしくはこのドロップカーブで、あと SFF、うん、これね、で昔だったらなんか当たり前のように理解して簡単に触れたんですけど、やっべ振っちゃった。でも今の入ってたもんね。え、あの3人パズドラコラボのやつで誰が一番得意は打ちづらい？誰がとかだからないんですよね、うん、全員が打ちづらくなりました、うん、それは無敵君も含めて第2球混乱してる感じね。そうっすね、なんかいろんな変化球見せられてるじゃないですか、うん、ドロップカーブもいればカーブもいればスクリュー、チェンジアップ、スプリット、フォーク、 V スラ、チェンジアップもあるね、 H スライダー、 H シュート、エッチなシュート。そのせいでなんか混乱しちゃって。パルプンテ、パルプンテ魔球ですよね、うん、パルプンテ、パルプンテって知ってる？伝説の魔球ですよね。そうなの？知らないです。パルプンテドラクエの呪文何が起こるかわからない、そういう系だったんですね。そう、普通のなんかポルトガル語のなんかかと思ってました。適当に魔球って全然またはずです。うん、まあ更新はできないかな。 SS4 とかかな、いいとこ。うん、4いく、4枚いく。金時9は取れてますからね。そうなんだよね、こういう時に取れるんだよね。だけに盆栽と家タックがはまれば差で的には結構伸びたと思いますし、まずはキンキンいきます。キンキン取って、ちょっと取れないかな、まだ。でも怪我取るとケゲデンバランスおかしくなりそうなんで、うん、怪我より4番かなっていうのもありますけどね。なるほど、ひとまず連打とかするぞ。ちょっと精神怖い。いや、そんな感じで取っていかないと。帳尻もいいですね。帳尻追い打ちやめた方がいいんですか。追い打ちやめた方がいい。フィンショがきついで、これはいいね、これもいいね。いや、きついんじゃないですか。きつい。何がきつい。代打も、代打ヘスラママだいいと思います。さて、マジ低いんですよね。バントもいいですよね。流し内野無理だね。走塁も1個、対左、対左二重丸。チャンスもきつい。きついかな。でこれ取ったら終わるね。終わっちゃいますね、うん、肩は1個上げたいですね。そうね、でもチャンス取ろう。これ取ったらどうなる。うん、おしまいですよね。かといって粘りとかは、あ、バントか粘りどっちかっていう感じなのかな。粘りにしよう。
いや、バントにしましょう。何取った？粘り？はい。で、精神を食わずしてホーム死守。いや、接戦とか一個まず入れたいですね。で、こっから取れるだけ。うん、窮地はちょっと違う。技術使いたいんだよね。でもそうっすね、この感じだと3個取れたら最高って感じじゃないですか。うん、3個はきついかな。安いの取ればいけそうだけどね。固め、え、固め取ったら、終わっちゃうか。筋力ポイント使えないんだよね。かといって筋力ポイント使うものしか残ってないんだよね。そうそうそう。でもいぶしとかいいんじゃないの。もうそうするともうダメ。精神ポイント的にダメ。固め、もうそれでいいんじゃないですかね。うん、で、まあ、サブポジつけますか。もうどれやっても変わんないでしょ。もう外野もつけてやろう。ありがとうございます。はい、何列？4か 3?3 かもしれない。4いってない気がする。 4。 おお、でも結構いくな。でもかといってセンスついてて5、まあ6、7はきついからって感じですよね。きつかったね。難しいな。カズエンドの戦いは続きます。頑張りましょう。また動画でお会いいたしましょう。バイバイ、はい。